Mei-chan. Nani? Yeah, Mei-sama kara saki ni. Sochi ga saki ni itte yo. ご賛同いただいたわ誰が執事になってもレディーとして正しい振る舞いはできるでしょうから では公正に組み合わせを決めます そこのあなた あなたがくじを引きなさい よろしくお願いいたします。リーちゃんは青山。ミルクちゃんは四谷。じゃあ次にメイちゃんの執事は。 私はあまりのようです。 どの棚にどの生活用品があるか、すべて書き出しておきました。後でケントに渡しておきます。うん。未熟者なのでご迷惑をおかけするかと思いますが。豆柴が未熟なのはもう十分知ってる。<笑>そうですね。うん、戻りましょう。お昼休みが終わる時間です。 ちょっと荷物取りに来たんでしょ？ええ。これを。それだけ？またすぐこちらへ戻りますから。
女の色気が。このスケベジリ。ああ、何やってんの。見ればわかるでしょ。プロレス、ダンスよ、ダンス。聖ルチア女学園定例舞踏会、2週間後に開催されるダンスパーティーです。お嬢様と執事の日頃の信頼が試される晴れの舞台だ。最優秀ペアにはステラ5個が進呈される大イベント。5個、私とネスチンだって狙ってたんだよ。ネズチン、タミーとイチャイチャしないでよ。あ、してねえよ、イチャイチャなんだよな。フジコも踊るか。いいの。あかんあかん。フジコも執事はダイモン君でしょ。もうやだ、こんなの。このままじゃ舞踏会で大恥かくだけよ。大変だろうけど、みんな今は我慢して。やったな、おい。俺とお前で最優秀ペアとるチャンスだぞ。無理だ、そんなの。なんで。なんでも。やっぱりすぐ疲れちゃうわね。舞踏会への出席はおやめになった方がよろしいかと思います。豆柴、練習。おおおおよ、おせーの、あいって、ごめん。せーの、あー、学園ほんとむちゃくちゃですよ。わけのわかんない規則いきなり作ったり、逆らったら速攻退学にしたり。その上学園長は漫画ばっかり読んでるし。ここはレディーを目指すための学園ですよね。こんなんでいいんですか。それを変えていくのはあなたたちの仕事ですもの。恵まれた環境で何不自由なく育ってきた子たちが自分を試される場所なのよ、ここは。当然うまくいかないこともたくさんあるわ。本物のレディーへの道はその先にあるの。いろいろなものを得て、いろいろなものを失った先にね。よくわかんないんですけど。でしょうね。あなたはまた別だから。しかし執事の交換なんて妙なことするもんだな。ほんといい迷惑ですよ、豆柴が執事なんて。こっちのセリじゃん、メガネさん。大丈夫かしらね、恋愛禁止だからって。そんなことしたらかえって間違いが起きるかもしれない。大丈夫、何やってんの。大丈夫、ケント君。ああ、先が思いやられる。毎日これからあんたなんかと生活するなんて。何やってんだ、夏今よ。間違いが起こるわ。リヒト様がそばにいるのは学園で一番のお嬢様でしょ。美男美女が一夜を共に過ごしたら、落ち着きなさい、みんな。食べよう、ね、食べ食べ。眠るまで手を握っててくださる？今夜はぐっすり眠れそう。
どちらへ？お前には関係ない。ご苦労なことだ。